はい、今日はですね、台湾のですね、台湾インターナショナルエアポートからシンガポールへの予定をですね、ご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、今ですね、チェックインを済ませてですね、出国審査のところを行って、まあ今からですね、もう、自由なところになりますけども、はい、今ね、免税店とかいろいろ見てます。まあちょっとね、台湾の空港は少し控えめかなと、そんなに香港とかね、シンガポールとか、まあ、羽田とかみたいに、あんまり新しくっていうよりも、どっちかというとこう、ちょっと古いなっていうね、印象があります。まあ、でもまあ今からいろいろとちょっと時間があるのでね、ゆっくりしていきたいなと思います。はい、もうレストランもね、一つしかないので、まあ今日はね、この最後、台湾ビールをですね、いただいて帰ろうかなと思ってます。もうね、ボーディングゲートを入るとね、このホーミーキッチンっていうしかなくて、まあ、ちょっとしたフードコートですね、これがあるだけですので、まあ、ちょっと最後ね、ルーローファンと、ヌードルをですね、のセットをね、いただいてみました。はい、さらに最後ね、ちょっと多いんですけど、これラーメンみたいなのと、肉とライス、もう完全に炭水化物ですけど、まあ楽しんでみたいと思います。はい、美味しかったんですけども、台湾のね、とか中華系のね、このラーメン系っていうのはなんか味がね、ちょっとパッとしなくて、スープとかもコクがあまりないというか、なんかパッとしない味でね、毎回食べるんですけど、そんなに美味しくないなという感じです。まあ、ルーローファンとかはね、すごく美味しいんですけども、あんまりこのね、シンガポールもそうなんですけども、ラーメン系はね、やっぱ日本の方が圧倒的に美味しいなと思います。シンガポール、はい、今からですね、スクートの方に乗ります。はい、荷物を持っていきます。まあこの分はね、フライスクートは成田経由だったみたいでね、成田から、台北に来て、そこから帰る分ですね。まあ前回の僕と同じですね。前回帰った時、成田から直行かと思ったら台北経由だったっていう、多分同じ国だと思います。はい、じゃあですね、シンガポールの空港に着きましたので、今からいつものようにですね、タクシーで、帰ると思います。ライドヘイリングとね、グラブなんですけど、まあ僕は今日はタクシーで行きます。はい、ということでですね、まあ本日も、なんとかですね、台湾からシンガポールも乗りました。本日の内容が良かったと思っている方はぜひいいねをよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もですね、こちらの方からフォローしてくれると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.